おはようございます、みほりん。おはようございます。ちゆうちゃん、おはよう。スマホがめっちゃブルブルしてた。やば、怖。なんか今日めっちゃ色白く映ってる気がする。なんでだろう。緑に見えるロンティー。あ、これはね、がっつり緑です。いよいよだね。ね、初日公演、あ、配信あるみたいですね。知らなかったけど、いや、ドキドキ。あ、もう本当にドキドキ。なんかもう間違えないってことも大事だし、ここ表情つけなきゃってのも大事だし、もうドキドキです。もうリハーサル頑張ってきます。緊張、見に来ますか？もう一回見に来る人把握しとこう。お、DMM で見ます。あ、ありがとうございます。配信なんかあるんらしい？初日いよいよ明日、準備は OK。大丈夫だと、大丈夫だと思いたい。リップが歯につく。配信で見るしか。お願いします。なんか DMM で見れるっぽい。あ、初日外れたんか。仕事で配信も見れんかった。ピエンピエン。 DMM でだけど見に行く。お、ありがとうございます。いや、でも恥ずかしいの、 DMM 下から映されるしな。高いイメージな、どうなんでしょうか。何円なんだろう。いつか生で見に来れる人はいいですけどね。まあ、でも初日は初日の良さもありますけど。配信で見ます。あ、ありがとうございます。 DMM 最善でお願いします。時計時計時計、どこいたっけ。あ、ここだ。カメラ位置も確認ね。ほんとサイドにあるのはもう覚えてるんですけど、お披露目の時から。でも低いから、ここら辺から映されるから、なんか衣装着てみた感想、え、めっちゃ可愛いですよ。なんか何、なんか普通の曲なんていう、普通の最初の制服みたいな感じの衣装、最初の普通の、それがめっちゃ可愛いです。私は好きでした。好き系でした。あ、お下がり見てない。なんかどうなん、え、あれどうなんだろう。なんかみんなバラバラなんですよ、意見が。作ってくれたみたいな意見もあれば、お下がりみたいな意見もあれば、ちょっと聞いてみよう今日。誰の衣装か見てない、見ます。お下がり、お下がりだったらユニットは全部多分あのお下がりなんで。衣装、あ、な、重くなかった。動きやすくはないかもしれないけど。お、今月からモバメ撮ったよ、ありがとうございます。あ、モバメ送らないか、朝おはようメールということで。55分に終わっていいですか、ごめんなさい。あ、さっき52分でいいかな。ちょっと52分。あ、今日土曜日か。じゃあ大丈夫ですね。じゃあ大丈夫。今日土曜日か。あ、忘れとった。今日土曜日やん。え？土曜日じゃん。土曜日だった、今日。だから、遅れます。メール遅れます。ちゃんと後で。8時までです。もう曜日感覚が狂ってる。本来なら握手会でした。あ、そうか。そっか、そうらしですね。髪がピョンってなってる、ここ。ごめんなさい。たまきち9時に配信。あ、すごいな。私はちょっと復習したいことがいろいろとあるので。ごめんなさい。
8時までです、この配信は。ではメール送りますね。あ、そっか、今日は土曜日だった、そうだ今頃大阪の予定だった。あー、ショックですよね。でもコロナも怖いから、もう正しい判断だと思うんですけれど、ショックはショックですよね。影穴誰だろうね。影穴はね、なんかね、その日にならないと教えてくれないんですよね。だから明日からメール取る。お、ありがとうございます。ぜひお楽しみに。曜日感覚なくなってきた、私も。ケンタカタウイルス、危ない練習頑張ります、ありがとうございます。いや、本当に頑張らな。影穴美穂ちゃんっぽい、私多分緊張で多分任されない気がする実はメール取ってる。お、ありがとうございます。みほりんスタバで働いてるイメージ。おお、スタバで、シャ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 。スタバの方ってめっちゃ手際いいですよね。あんな美味しい飲み物をあんな短時間で作れるってすごいよね。お、たった今モバメ登録しました、ありがとうございます。実はメール取ってません。取ってください無理強いはしません。当日言われるから、そう、影穴練習できないんですよね。まあ、影穴を見ながら言えるからいいですけどね、影で言うから。お返事が来たらメール取り始めたと気づいて、お、わかりました。最近モバメに毎回返事するようにしてる。お、ありがとうございます。返事が届くのが楽しみだ。影穴当日言われてた、今日の影穴何々でよろしくって言われて、え、あ、はいみたいな感じな気がする。明日からメール取る、あれ前から取ってた気がする。軽そう、よろしくねみたいな感じ。じゃあ待って、リップ足します。影穴は定型だからね。ミオリン七七ウイルス感染した、お、ありがとうございます。七七、返信たまにですみません。いや、全然全然、ありがとうございます。皆さん忙しい時間にお返事をいただき誠に感謝しておりますって噛みやすい。ああ、いや、ゆっくり読んじゃったけど、めっちゃめっちゃお腹鳴ったんだけど、おはようやっほー、おはようやっほー。朝ごはんまだ食べてないです。はい、最初から撮ってます。はい、ありがとうございます。みゆちゃんのモバメの写真見せたらみんなすがいちゃんと言われます。いや、いやいやいや、髪型はもうずっとこれでいく予定、私多分メール返信あんまりしてないけど毎回楽しみにしてます、ありがとうございます。僕はメール取ってないです、すみません。いつか取ってくれることを願ってます。ニホ型ウイルス重症患者になりましたもうずっともう治りません。不治の病です。朝ごはん決めて、なんかバナナみたいなボートに乗ってるからバナナ。みよりんのモバミは1日に、土日は結構5、6通ぐらいな、多い時は結構8ぐらい行くんですけど、多分平日は2から3、4ですね。今日はちょっとあまり遅れないかもしれないので、朝のうちにいっぱいブワワって来るかもしれません。ミホ型ウイルスのワクチンください。ワクチンないです朝ごはん何でもいいよって言うたらコンフレークになった。
なんか効力って正直作ってないからね。そんな無理しなくて大丈夫。あ、ありがとうございます。写真付きはな、今日は1枚2枚ぐらいしか送れないかも。あんまり写真撮る時間が。監督さん、ハート100個ありがとうございます。なんかついてる、ここ。リアタイで今登録しました。ありがとうございます。モバメの量ちょうど良き。お、嬉しい。2月2日、明日みほちゃんの日やん。そうなんですよ。みほちゃんの日に、みほちゃんが初日に出ます。やった。衣装は公開、そうできんもんね。そうできんけん、もうこの後撮ります、写真。この後自撮り、何のポーズしようかな。コルク2もみほりんからメール来たら嬉しくて号泣する。わお、嬉しいこと言ってくれる、ありがとうございます。中身ちゃんでーい。そう、春夏秋冬って神曲で泣いております。あ、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。初見です。お、初見さんいらっしゃい。 ST48 に危険級生の田中美穂です。ゆっかのトーク撮ってますね。毎月22日は田中美穂の日。あ、そういうことにしましょう。 毎月22日プラス2月2日は田中美穂の日ということで、22はですね、オーディションの私の番号だったんですよね。最終オーディションが22番だったので。でもそう考えるとみちゅさんも22だったからね。え、モバメさやかりんと3倍近いさ、どっちが多い？長文なので読み応えあるので届くの楽しみ。本当ですか？嬉しい。なんか長文でめっちゃ重い人みたいになってるんですよ。 だけど、いや、本当にごめんなさい。書き出すとなんか文章があんま止まらないタイプなんで、めっちゃ長文になってます、いつもメールが。次期船長、そうですね、もうキャプテンさんですね。将来キャプテン、あ、違う、私はない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 。そういう人好きですか？お、よかった。そう、ブログがないからよかったです。お得感。重い女大好きだから。 ありがとうございます。LINE の BGM 僕らの瞬間系統にしてる。お、私もそうする予定なんですよ。今月2回変えちゃったから、変えれんかったけど無料で。 もう2月入ったから変えれる音楽がやっと瞬間系統にする。メール取ってみようと思います。ありがとうございます。みおちゃん好きだよ。朝から告白してる俺は悪い子じゃないですよ。ありがとうございます。あ、ツインの日なので、明日はツインのみおちゃんの写真が届くのね。それはどうかな。20位やから毎月20日もみほりん記念日にしよう。そうですね。 僕のみほりんへの愛は重いです。お、ありがとうございます。 LINE の BGM 平井心テン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 ですね。あ、ゼロさん、まほちゃんじゃないです、みほちゃんですね。重い女、あ、メールがね、長文っていう話題で、私は重い子です。重いのは俺の体重って。おはようございます。おはようございます。ああ、好き。え、ありがとうございます。今日は久々に前髪を固めて動かない。おお、変換間違い。よりはもうちょっとモバメじゃなくて体重を重くして。いや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 、なんかダンスの先生方が今の1期生の体型でちょうどいい人は何々さんだから、何々さんかなとか言ってたのが衝撃的すぎて、その方めっちゃ細いんで、ちょっと、でもその後お昼ご飯喉通らんかったもん。誰でしょう。え、結構細めな方だと思う。42日連続配信ありがとうございます。
マイキューさんはちょっと細すぎてっていう感じでしたね。ーちゃんさんもちょっと細すぎって感じでしたけど、みなみさんぐらいがちょうどいいって言われてました。石田みなみさん細いのに、細すぎですよね、細いよね。だからちょっと、あ、頑張ろうって思って、ちょっと昨日お昼とか飲むヨーグルトすらもちょっとゆっくりしか喉通らんかったぐらいの、びっくりですよね。ちょっと、でも私はとりあえず私の好きな体型のみちゅさんぐらいになりたいと願い 初見です。お、ミスパンダって今ドラマやってますよね、なんか いらっしゃい。 ST48 2期研究生の田中美穂です。メール登録した。お、ありがとうございます。今日の朝から送りますよ。最終審査の時もあんま食べれんかった。もう最終審査1週間前とかからもうめっちゃもう少なかったご飯ね。みちゅさんめっちゃなんか引き締まってますよね。たるみがない体、なんていうか分からんけど、なんか適度に筋肉があって、でちょっと細くて引き締まってる、あのぐらいが私の理想なんだ、なんですけど。今日の朝ごはん何？今日ね、なんか私がコンビニで焼き豚を買っていたのがもう賞味期限近くなってきちゃったので、食べてなくて、まだだから焼き豚卵飯をお母さんが作ってくれるって みよりはめっちゃ痩せてる。いやいやいや、細くなるとダンスの強度が、いや、そこは変えずに頑張りたい。なんか今なんか足が逆に重すぎて、太くて重すぎてちょっと遅れちゃうとかがあるから、ちょっともうちょっとシュッとしたい。朝はしっかり食べて、お昼と夜はちょっと控えめにしてます。最近より痩せてない、ちゃんと食べてる。いやいやいや、食べてますよ。でもね、夜ご飯はなんかもういらんくなってきた。なんかもう疲れて夜ご飯いらんくなってきた。お昼もなんか時間、食べてる時間がもったいなくなってきた。俺は中身ちゃんの体型好きだぞ。詳しくは知らんけど、いや本当にね、私なんか顔がなんかここら辺が骨がはっきりしてるから 輪郭が、だからちょっと痩せてるって勘違いされるんですけど、私こうもう普通にあるんですよ。ゆきりかに肩が細い女の子可愛いよねって話してたら、ゆきりかが肩触ってきて、あら意外とあるねみたいな話になったから、いや本当にあるんですよね。今結構緩めの服だから分かんないんですけどね そう、いや意識高いってわけじゃ全然。昨日の菅井さんの舞台見に行った時は、知り合いのお宅に太ったんって言われたので励まして、大丈夫大丈夫大丈夫よ、意外とあるんよ。ちょっとでも公園で生に来た人にしかわからないよ でもね、公園そんなに露出はない。あ、今のところ、あ、今日もフィッティングあるけん、まだ他の衣装はわかんないですけど、とりあえず制服は大丈夫か。でも足が太い ゆきりかね、ゆきりかね、お世辞言わないから好きなんですよ。そうそう、寝坊しました。ピエンピエン。あと10分で終わっちゃう。正直者がいい体型だと思うよ。詳しくは知らんけど ありがとうございます。肩幅広いってことは、みおりの表面積が広いってことだから、実質北海道。そういうことだわ。え、肩幅ね、本当にやばいんよね。なんか顔がそんな小さくないけん、肩幅も普通に見えてるけど、比べると肩幅やばい 握手会に確認しに行きます。あ 恥ずかしい。握手会までにもうちょっとシュッとシュッとして、肩が広い。みほちゃんもいい、本当にありがとうございます。
比率で見ると大丈夫なんだけどちょっと撫で型かも。ちょっと普通こんくらいだよね。ちょびっとちょびっと撫で、もっと丸くなった方がいい。いや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 、足の筋肉やら肩幅が好きなファンが絶対結構います。あら、ほんと。じゃあもう生かしていこう。ふなっちさん、だるま100個ありがとうございます。筋トレ、あ、昨日も一昨日もちょっと3日間くらいサボってるけど、あのダイエットする時期はワイドスクワットしてました。またしなきゃ。足フェチワイドスクワットで足、なんか足首がめっちゃそれで細くなって、前それでだからもう一回してます。目をハートにしながら DMM 見ます。お、ありがとうございます。お、間に合った。お、いらっしゃい。ワイドスクワットはガチガチ。あ、好きって間違えて電車で声出してしまったウケる。目が綺麗で可愛い。え、嬉しい。でもマスカラはでも結構頑張って、でもまだ今もう一個塗らなきゃいけないの、まだ塗ってない。自分もスクワットしながら配信見てる。お、すごい意識高い。ありがとうございます。そこに配信を入れてくれて。明日はグリーンかけるオレンジいっぱいあるといいな。ゴロゴロしながら見てる、それもいいよねゴロゴロが幸せよ。中身ちゃん推し増えてる。本当嬉しい。今日夜配信ないですね、間に合わん時間が。布団からいいな。ポテチ食べながら、うわ、もうポテチとかマジで全然食べてないな。画面の前で緑とオレンジ振ります。お、ありがとうございます。アンナちゃん配信、リネちゃんの目覚まし配信、あ、目覚ましがずっと鳴ってた8時から朝礼、少しだけど見れてよかった。お、よかったです、ありがとうございます。あ、そうですね、公園で2期生のグッズ出ます。あの、なんだっけ、缶バッジとまたうちわですね。ぜひぜひ、ちょっとお高いのですがおはよう、ギリギリ見れた、本当ギリギリ、ありがとうございます。55分からランキング読もうかな言わない約束ちょっと奮発してお願いいたします公演初日楽しみ、お見送りあるのかな。あ、どうなんだろう、何もそこら辺聞いてないのでお楽しみということで明日の公演は誰に釣られる、待ってます。あ、55分になりました。ということでランキング見ます。13位たくや .h さん、12位コーアット田中美穂氏さん、11位中野さん、10位ジムジムさん、9位おいでませ元気さん、8位トイトイさん、7位うさたんと純情ソーダ水さん、難しい、6位ヘスターさん、5位ルイさん、4位ユナイテッドさん、3位フナッチアットミホちゃんタン推しさん、2位ケロネコ山田さん、1位はアンミツアットミホお嬢様、明日楽しみさん、ありがとうございます。明日よろしくお願いします。生で見る人に来てくださる方も DMM で見てくださる方も
よろしくお願いします。明日頑張ります。本当に皆さんを楽しませれるようにな、って何な公演にします。配信ありがとうございました。こちらこそありがとう。レッスンファイト頑張る、ありがとう。ということでバイバーイ。配信おつかのん、バイバーイ。スチー、あ、じゃんけん、最初はグー、じゃんけんグーめっちゃギリギリになっちゃった。ありがとうございます。